りそういった部分を目の当たりにしてまたそれを、ね、チームに帰って歓迎できるという、はい、そう思ってもいい。後藤から入って坂口落ち着いて平田でこのメンバーでやってきてます、はい、ほとんど変えないでメンバーやってきますからね、プレーできる特に若いので、そういった部分ってすごく大きいです、はい、仕掛ける中に入ってきます。直本からクロスボール入る高瀬、ブレル落として坂口強烈に決めました。いいゴール出したね、直本、高瀬、最後は坂口。